こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。お久しぶりです。皆さんお元気でしたでしょうか？ちょっとね、本当に久しぶりになってしまって、動画を撮るのもね、久しぶりになっちゃって、最後にね、おしゃべり動画をアップしたのが、なんか見てたらね、9月7日だったんですよ。私1ヶ月ぶりのおしゃべり動画になっちゃって、こんなに日が空いてたんだと思ってびっくりしてるんですけれども、で、おしゃべり動画ね、その1ヶ月前にアップしたあとライブ配信して、で、その後ね、ライブ配信終わったら大体いつもおしゃべり動画を撮っているはずだったんだけれども、その後になんかこの刺し子付近の寄せ模様の24面を描くところを紹介するっていう動画がちょうど今多分1個下のね、最後の動画になってたとは思うんですけれども、ちょっとね、それからぶりですごくお久しぶりになってしまいましたけれども、皆さんお元気でしたでしょうか？私は元気ではあります。元気にはしています。そう、なんかね、ちょっとね、久しぶりになりすぎちゃって、日が明けば明くほど動画を撮るハードルが上がっちゃって、自分がね、なんかやっぱこういうのって続けないとダメねって思いました。なんか継続は力なりじゃないけど、なんかそのパタッとやめちゃうと、自分自身がね、どうやって動画を撮影してたっけなみたいになっちゃって、なんか変にこの撮影するハードルが上がってしまって、先週とかもね、先々週もなんか動画撮ろうかなみたいな日があったんだけど、なんかなんだろう、何を話したらいいかわからないみたいになっちゃって、で、結局撮れなかったりしてね、そんなこんなで日が空いてしまいました。ね、よく見てくださってた方とか、わかんない、楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるかわからないですけれども、大変お待たせしましたけれども、でもそんな中ね、久しぶりだけど見てくださって本当にありがとうございます。またね、のんびりね、ゆるっとやっていけたらいいかなと思ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、9月やっぱりね、季節の変わり目だったっていうのが多分一番大きいと思うんだけど、ちょっと涼しかったり暑かったりがあったから、ちょっとね、体調があんま良くなくて、体調っていうかちょっと気持ち的なものがまた出てしまったんだけど、4月5月にもね、前にちょっと同じ感じで動画がアップできない期間があって、で、あの時もね、お久しぶりですっていう動画をアップしてたかと思うんですけれども、なんか今回もね、ちょっとなんか気持ち的にちょっと落ち込みやすかったりとか、なんか心配な気持ちが出てきたり、なんか朝起きられなかったりとかして、あれって思ったんだけれども、まあでも一回4月5月にちょっと なんていうか自分的には経験してたので、それの経験を踏まえて今回はね、さほどなんかそこまで深く落ち込まなかったから良かったかなとは思ってます。まあ、前回にね、話した時にコーピングリストの話をしてたかと思うんですけれども、あ、ちょっと今急に話し始めてるけど大丈夫だっけな、いつもこんな感じでしたっけ。あ、今ね、刺してるのは刺し子付近24面の今十字花刺しを刺して、柿の花を刺して、で、今ここカゴメを刺そうかな、一目刺しでね、カゴメを刺していこうかなっていうところなので、ちょっと刺しながら喋っていきますね。今日画面見せるの多いかな、どうかな、ちょっと後で後半の方にこの模様の話とかをしようかなと思うんですけれども、まあ、いつもの感じでなんかラジオ感覚でゆるっとね、聞いていただけたらなと思うんですけれども、久しぶりだからどうかな、みんなどんな感じで聞いてくださってるかわからないけれども、まあまあちょっといきますね。そう、それでコーピングリストの話ね、まあ、前からね、私のおしゃべり動画見てくださってる方はもうコーピングリストの話何回かしてるんですけれども、そのコーピングリストっていうのはなんかストレス解消法リストみたいな感じで、ちょっとこう気分が落ち込んだ時とかに自分をなんか自分の気持ちを上げるための、なんていうのかな、コーピングっていうのがそのストレス解消法リストみたいなことでよかったかな、なんかそんなものになるので、ちょっと待ってね。
そう、それを作っておくといいですよって話をしたんだけど、4月5月ぐらい その自分がメンタル落ちた時に、まあ、動画で話して、みんなからねコーピングリストに皆さんが書くとしたらどんなこと書きますかっていう風に聞いてたんですよね。で、まあ、コーピングリストは例えばなんかとにかくたくさん書いてるのがいいんですよ。食べ物のこととかだったら、まあ、私はスイーツが好きなのでローソンのロールケーキを買ってくるとか、ハーゲンダッツを食べるとか、なんだろう、スタバの新作のラテを飲むとか、そういう細かくとにかくたくさんあればあるほどよくって、でそのコーピングリストはなるべくジャンルが偏らないように書くことがポイントなんですね。まあ、例えばさっき言ったみたいに、私甘いものが好きだから甘いもの系だけのコーピングリストをもし仮に作ってしまうと、まあ、自分が何か病気して食事制限をしなくちゃいけないっていうストレスがかかった時に、自分のコーピングリストが食べ物に関するものばっかりだったらそれができなくなっちゃうんで、よりストレスが溜まっちゃうみたいなことなんですよね。まあ、あと他にも、私例えば手芸が好きだから、まあ、コーピングリストの中にこう刺し子をするとか、刺繍するとか、編み物するとか、ワークショップに参加するとか、手芸系で行くとね、そういうのが入るかなと思うんですけど、まあ、例えば指を怪我して手を怪我しましたっていう時にストレスが溜まってるから、コーピングリスト見たら手を使うことのリストばっかりだとまたストレスが溜まっちゃうでしょ。そんな感じで、あのジャンルをね幅広くで細かくたくさん作っとくといいみたいなのがコーピングリスト、まあ、とにかく自分がストレスを感じてしまった時とかにこれをするとちょっとストレス解消になるとか、気持ちが和らぐリストみたいなことなんですよね。で、まあ、4月5月にねその話もして、で、まあ、皆さんから自分だったらこういうのをリストに入れますみたいなのも聞いてたんで、いろいろそれを参考にしつつ自分でも書いたものがあったので、まあ、言ってそんなちゃんとしたメモ、あのちゃんとしたノートに書いたっていうより本当にメモ帳にこう走り書きしてる状態なんですけど、まだ私のは。でも今回ね、そのちょっと9月気持ちが落ち込んだ時にそのコーピングリストを見ることで、なんていうのかな、ちょっとこう落ち込まずに済んだというか、沈みかけてたけどコーピングリストにある中のものを使って、まあちょっとハーゲンダッツ帰りに買ってね食べたりとか、あとお風呂に入浴剤入れてゆっくりめに入ったりとか、もう今日はきついなっていう時はもう昼まで寝るとかしてたのでなんかそんな感じでそこまで深く落ち込まなかったので、あ、やっぱりコーピングリストっていいなって思いました。あと、あの他で教えてもらったね、音楽でエンヤを聴くっていうのを前教えてもらって、私それからちょっとエンヤにハマってるんですけれども、エンヤの曲をね YouTube でかけてなんかぼーっと刺繍したりとかもしてて、なんかそんなこんなでね、まあ、そこまで深くは落ち込まなかったからよかったんだけれども、まあ、改めてだからコーピングリストおすすめですっていう話ではあるんですけれども、なかなかねこうなんだろうね、気分が乗らない時に無理はしないっていう風には決めたんだけど、そしたら逆になんか動画を撮れない期間がすごく空いてしまって、すごくなんていうかな、お休みしちゃったなっていうところはありますね。なんだろうね、こうだからこの24面書く動画はあのライブ配信する前に書いてたんで、あれ編集するだけだったからねそんなにきつくなかったんだけど、おしゃべり動画ってどうしても自分が喋らないとこの動画として成立しないから、あと気分が乗ってないとね喋ることができないんですよね。声のトーンが落ちてしまうし、こんな一人喋りとか全然あのするようなテンションじゃなかったので、ちょっと9月の後半ぐらいがね、まあでもなるべくね、まあ季節の変わり目だったからかなとは思うんですけれども、まあこれからちょっとね寒くはなってくるから体調管理に気をつけつつ、体温めてね、あ、皆さんもね、そうそう、なんかインスタとかでねコメント見てたら風邪ひいちゃったっていう方とかもいらっしゃったのでね、皆さん体調管理ね気をつけて、また元気にね好きな手芸をしていただけたらなというふうに思っていますけれども、まあ、私もちょっとなるべくね10月後半がねちょっと忙しくなりそうで動画があんまりアップできないかもしれないなっていうところでは
あるんですけれども、なるべく時間があればね、またこんな感じでしゃべり動画もアップできたらいいなというふうに思ってます。今日もねおやつを紹介しようと思うんですけれども、もう多分目に入ってるから あれねってもう分かる方はね、いつも動画見てくださってる方はお馴染みのものなんですけれども、これはあのローソンのロールケーキです。今撮影してる今日はね、10月7日なんですけれども、これローソンね6の日が、毎月6の日がねロールケーキの日って定めていて、で月によってなんかいろいろイベントがあるんですけれども、今月多分10月が偶数月だからだと思うんですけど、この普段売ってるねロールケーキはこの半分のサイズなの、それが2倍の厚さになって2倍サイズが出るっていう日なんです。その6の日がね、で今月ロールケーキの日6の日2倍があったので買ってきましたけどね、これ何回かもう食べてるんだけど、私一人で食べるにはちょっと苦しいんですよだから今日もこの後大丈夫かな、まあ今お腹ペコペコだから後で動画の編集しながらね食べようかなとは思ってるんですけれども、でこれ甘々だから、そう前になんか甘い飲み物と食べた時はもうすごく苦しくなっちゃったので、今回はあの紅茶です。紅茶でさっぱりめに、あブラックコーヒーとかでも良かったかもしれないんだけれども、まあ一応紅茶にしております。そうだから今日紹介しちゃったから、まあ明日ローソンのね店頭に並んでないかもしれないですけれども、すいません、また来月ね11月6日のカレンダーのところによかったロールケーキの日って皆さん書いておいてくださいね来月はなんだろうね、なんか栗とか入ってそうじゃない、どうかな、ちょっとみんなで予想しない、来月の6の日どうなんでしょうね、もう決まってるんでしょうかね、もう決まってるのかな、ローソンのなんかそういう本部の人とか見てないかな、見てないか奇跡的にどうなんだろう、なんか私栗かなとか思ったけど、どうかな、先月がねシャインマスカットが入ってたんですよね、秋の9月ほら秋だからさ、秋の味覚でブドウかなっていう感じでしょ、他に秋の果物だったらなんだろう、なんかね最近のその奇数月は果物が入ってたりするんですよね、前にねメロンが入ってたりみかんが入ってたりしてたから、いちごが入ってる時もあったけど、どうかな、11月でしょ、柿とかあるかな、柿ってロールケーキに合うかな、ちょっとわかんない、予想大会しないで11月に答え合わせする、覚えてられるかな、ちょっと書いとこう、11月6のロールケーキの日私が忘れてたらコメントで教えてくださいね、すみません、11月6日何曜日だったかな、出かけるかなその日、まあそんな感じで毎月ね6の日がロールケーキの日なので、ちょっと私的に楽しみが、そういう楽しみがあるといいですよね、なんかまた来月まで頑張ろうみたいな感じがあったり、あとね最近ねローソンで新発売になった濃厚生チーズケーキっていうのがめちゃくちゃ美味しかったので、それもおすすめです。ちょっとこの2倍のロールケーキはね6の日しか発売されてないから、もう明日行ってもないかもしれないけど、濃厚生チーズケーキは新発売された9月末ぐらいかな、未新商品なのでまたローソンでいっぱいあると思います。あとねもう一個ねカヌレか何かが一緒に新発売で出ているみたいなんですけど、まだカヌレは食べてなくて、カヌレ食べた方いらっしゃいます？カヌレも美味しそうだなと思いつつ、そのね濃厚生チーズケーキめっちゃ美味しかったから、私ももう一回食べたいなと思ってるので、リピートしたいなって思ってる商品です。ちなみに今これ刺し子付近のね寄せ模様にしていこうと思って、まあ、ここの枠がね24面あるんですけれども、この枠の中にいろんな模様を入れて寄せ模様にしていこうというふうに思ってます、まあ、ここ最近ずっとねおしゃべり動画が4回続けてね寄せ模様をしてたんですよね。1回目、まあでも遡ると2年前ぐらいの、もしかしたらホビーラホビーレさんの寄せ模様ひし形、あこれね、これを刺してた時もありましたね、おしゃべり動画で。まあこれはなんていうかホビーラホビーレさんで売られてる印刷線通りに刺すだけだったので、あまり
アレンジとかではないんですけれども、まあ、これを刺したのがきっかけで私は寄せ模様にハマって、でその後オリンパスさんのマーガレット、ここのねマーガレットの印刷済みの布巾を使って、マーガレットの模様が書かれてあったところに全然違う模様を入れてこんな感じでアレンジしたり、あとこれはオリンパスさんの星編みっていう布巾なんですけれども、もともとここの こういう模様ね、この模様にちょっとこのところどころに一目刺しの模様を入れて寄せ模様にしていったりとかね、これもね結構皆さんからコメントいただいてね、あのビードロみたいとか31アイスクリームみたいとかね、あのイッタラのアテネの朝みたいとか、ほんとねいろいろコメントいただいて、あとコンペイトーみたいとかね、なんか可愛い名前を皆さんがつけてくださってありがとうございました。これとかね、でこのあたりから結構皆さんと一緒に刺すみたいな流れが出てきてて、で私はこれオリンパスさんの星編みを使ったんですけれども、ホビーホビーデさんだと編み目っていう名前で販売されてたり、あと本などではね大体この模様は編み物っていう名前で売られてるので、そうそう、私が使ったのはねこれオリンパスさんの星編みを使ったんだけど、だけど本とかでは大体編み物っていう名前であったりしてたので、これ編み物寄せ模様アレンジだったかな、多分ちょっと忘れちゃった、ちょっとここに入れときますね。まあこういうタグをつけてねみんなで一緒に刺したりとかしてたんだけど、でその後にこれはねあられきっこうです。あられきっこう寄せ模様アレンジ、これはねまだやってらっしゃる方いたっけ、一人一緒にやるって言ってくださってまだ完成してなかったかな、その方まだ作ってる途中って言ってくださってたんですけど、これねなんかオリンパスさんの7月のなんか最優秀賞に選んでいただいた布巾だったので、それはすごく思い出になってるんですけど、これを刺したり、でその後にこれはのわきですね、あのちょっと待ってよ、これオリンパスさんののわきを使って刺していってたんですけれども、ピント合ってる？のわきはねこんな感じで上にこう、これからの季節これのわきいいですよね、あのススキの模様ね、これねあの吉田英子先生がなんか生涯派から派生させて作った模様らしいのよね、その本に載ってたんだけど、そう、それでそれを逆向きにして私はなんかフリルみたいにしてやっていって、こんな感じで寄せ模様アレンジにしてたんだけどね、これもまあ私は野脇を使ったけれども正外派を、まあ同じようにね正外派を使ってアレンジしてくださった方とかも結構いらっしゃって、野脇正外派寄せ模様アレンジというタグでね、これ結構ね皆さんがいっぱい作ってくれたから、またいろんなデザインを見ることができてね、すごく楽しかったです、ありがとうございました。でまあ、ずっとそのもともとある印刷済みのオリンパスさんの印刷済みの布巾を使ってアレンジするシリーズをずっとやってたんだけれども、まあ、まだオリンパスさんの印刷済みの布巾いくつか手元にあるからそれ使ってもよかったけど、なんかさらしに線を引いてやろうかなっていうのを今回思って、今は、寄せ刺し子布巾寄せ模様24面でやっていこうかなっていうふうに思って、で今こここんな感じで入っています。でね前回のライブ配信ね、その9月の中旬ぐらいに行ったライブ配信の時に話したんですけれども、もともとはね30面でやろうかなと思ってたんです。これ寄せ模様30面、これね横に6つのマスで縦に5つのマスを入れて6530でやろうかなと思ってたんだけれども、やっぱりどうかなって思って、そしたらなんかある日ね、まあこれライブ配信でも話したんですけれども、なんかふと24っていう数字がなんか降りてきたんですよ、私の中で。お告げみたいなのが来て、24がいいんじゃないみたいな、なんかわかんないけど、それではって思って、なんか すごい気になったから、じゃあ24も作ってみようと思って、この30面と24のベースを作って、で、それをね、ライブ配信でも話したんだけど、そしたら、あの24の方が数が少なくなるからこっちだとチャレンジしやすそうって言ってくださった方もいらっしゃったので、じゃあやっぱりお告げもあったことだし24にしようかなと思って今これで差し進めていっています。でねライブ配信の時にそびれたんだけど、私その24っていう数字が降りてきた時に、もう私もともと偶数が好きなので2の倍数っていうか、
まあ30もね、実際は偶数だからあれなんだけど、30って、まあ、3が奇数の数字だから、私どっちかというと2とか4とかが好きなんです。で、なんか24ってもうめっちゃ偶数っていう感じだからすごく好きで、あとほら鉛筆とかさ、ダースのチョコレートとかも12が1ダースじゃないですか。で 12×2 で24になるし、なんかすごくスッキリするかなっていうのと、あとなんかその24っていう数字が降りてきた時に、なんでかわかんないんだけど、私怪盗24面相みたい なんかそういうキャラクターが出てきたので、あ、なんかそういうのはいたよなと思って、でも怪盗24面相、私コナンが好きだから多分怪盗キッドに引っ張られてて、それで怪盗24面相っていう言葉が出てたんだけど、でその話をライブ配信でしてなかったんだけどさ、後からよくよく調べたら怪人20面相だったの。伝わったかな。だから24面じゃなかったの、20面相だったの。怪人20面相だったのに、なんでか知らないけど、そのお告げが来た時は怪盗24面相っていうなんか謎の新しいキャラクターが出てきてたんですけど、なんか全然関係なかったっていう話なんだけどね。そうだからライブ配信の時にこの話するの忘れてたって思っ、怪盗24面相の話するの忘れてたって思ってたけど、しなくてよかったと思って、間違いだったから。だからそんなキャラクター存在しないのに、本当は怪人20面相なのにね。まあそんなわけもありましてで24っていう数字いいなと思っててね、自分も好きな偶数だし、なんか偶数の方が落ち着くの、私的には気持ちがよくって。そうそう、あ、日本人は奇数が好きなのかもしれないけどね、なんかって言うよね、あの一寸法師とかさ、三人勘定とか五人囃子とか、なんかそうそうって言われるよね。この和の食器とかも5個セットとかですもんね。結構海外とかのお皿だと4枚ペアとか、まあ、ペアグラスとかだったり2とか4とかだけど、なんか日本はこう5とかがセットとか、まあ、言ったりするけど、どうだろうね。まあ、それで私は偶数が好きでっていう話とかもしたら、その後ねライブ配信終わった後に、まあ、皆さんからもねちょこちょこコメントもらって、でそしたらね、小学生のお子さんがいらっしゃる方がコメントくださって、24っていいですよねって言ってて、その 2×12 だから私はね、まあ、一応予定してるのはここに12個の模様を入れて、同じ模様を下にも入れていこうと思ってるんですよね。だから、12×2 で24にする予定なんですけれども、その方がコメントくださったのは、2×12 とか 3×8、 3×8 も24じゃないですか。で 4×6 も24でしょ。だからなんかその算数みたいで楽しいみたいな、伝わったかな。8個の模様を3回入れるとかでもいいんですよね。あとか6個の模様を4回入れるとかでもいいし、まあそんな感じでその数学的にも面白い数字ですよねって言ってくださって、ああ確かにと思って、なんかだから私なんか24好きなのかなと思って、そのいろんななんか掛け算のね組み合わせとかでも楽しめるし、であとねもう一人コメントいただいたのが、12の話について書いてくださった方がいらっしゃって、でダースにまつわる話だったんですけど、さっき話した、まあ、その12がさ鉛筆とかのダースだったりチョコレートの、まあ、ダースはチョコレートはあれ商品名かまあそんな感じ でその方が教えてくれたのはね、NHK のチコちゃんに怒られるで昔やってたんだけどって言ってくださって、その12っていうセットが生まれたのはなんでかっていう話で、10だとみんなで分けっこするときに喧嘩になりやすいんだけど、12だといろんな分け方がしやすい。だから3人で12個を分けたときに4個ずつ渡るし、4人で分けたときも3個ずつ渡るみたいな感じで、だから12っていう数字なんだったっけな、あ、そう、12は10よりもより多くの人で分けられるいい数字っていうので、チコちゃんに叱られる、怒られるだっけ、叱られる、うん、そうのテレビでやってたよっていうのを教えてもらいました。ありがとうございます。なんか素敵な情報を。そうだから、あ、
なるほどって、12っていう数字もいいし、だから 12×2 の今回やる24もやっぱりいい数字だったんだなと思って、あ、お告げが来た通りにやってよかったなみたいなのを思っているところです。なのでね、まあもうちょっと差し始めちゃってるしね、このまま続けていこうとは思ってるんですけど、あとちょっと画像ここに出そうと思ってるんですけど、こんな感じで、ピンクのところに一目刺しを入れて、ブルーのところに模様刺しを入れていこうかなと思います。なんかそうすることで、まあ、交互に模様が、一目刺しの模様を入れると結構こうギュッとした感じになるんですよね。これもね、前に作ったそのあられきっこの寄せ模様だけど、これも、一目刺しの模様が結構模様がなんていうの、色が濃く出る。で、模様刺しのこういうところは結構白い部分が増えるので、なんか色が薄い感じになるから、これを交互にすることで濃い薄い、濃い薄いが出ていいかなっていう風に思ってます。あとね、ここまで話すと長くなっちゃうな。私今回ね、ここ横を5センチで縦を 7.5 センチにして、この枠はね30センチ30センチなんですけれども、この30センチを6個に分けたことで、ここは5センチね、この枠は。で、縦の30センチを4個に割ったので、ここは 7.5 センチになるんですけれども、5センチ ×7.5 なので、比率で言うと1対 1.5 になるんです。だからそれが私的には、なんか比率も気持ちよくていいなと思ってたんですけれども、で1個問題点があって、まあ問題点っていうかね、ここ5センチを5ミリ方眼線引いたらね、ここね10マスできるんです。枠の中に10マス。で、7.5 センチも5ミリ間隔で割ると15マスになるのね。で、10マスと15マスになっちゃうと、ここ偶数と奇数になるんですよ。そう、ややこしい話するので、あんまり気にしない人は、ここの話は無視してもらっていいんだけど、で、一目刺しの模様ってね、偶数で、できる模様と奇数でできる模様とあるんです。で、こういう柿の花だと奇数のマス目で作った方が、この模様がね綺麗に出る、模様なんですけれども、これだから、この線を引くときに、この四角のマスがちょうど中心に来るように配置しています。ちょっとややこしいけどね。ちなみにこれはこの糸とかさんで販売されてる 3mm、4mm、5mm のテンプレートを使って 4mm のね柿の花を描いています。で、この点を打つ時に、ここのね線に沿って、ちょうどなんていうのかな、マス目が真ん中に来るようにこの点を配置して描きました。ここもね、ちょっと言葉で説明するの難しいかな、ややこしかったかな。前のねインスタで十字花刺しを描いた時のインスタの投稿があるんですけれども、その時にこの十字花刺しの十字がちょうど模様の真ん中に来てほしかったから、模様が左右対称、上下対称にしたかったので、ここの 7.5 センチの中心がね 3.75 の位置なんです。で、1回 3.75 の位置に線を入れて、そこから中心から上の方に 5mm ずつ点を打って、下の方に 5mm ずつ点を打っています。そうすることで中心にこの 5mm 方眼の線が入って、このマス目がねいい感じで、ちょっとここの方はだから 5mm じゃなくてね 2.5mm ずつになるんですけれども、こんな感じでこううまくちょっと偶数のマス目になるようにやってるっていうところなんだけれども、これねややこしかったらもう気にせず、10マス15マスでやってもらってもいいかなと思います。で、私はね結構模様の中心を真ん中に持ってきたいタイプなので、ちょっとこだわってやったけれども、なんかこれ寄せ模様なので、なんか例えばね、今ここも柿の花がすごいびっちり中心に来るようにね、この四角が中心に来るようにきちっと入れたけれども、あえてこの中心が少しずれてね、なんていうかな、模様がこうはみ出てたりしても、それ寄せ模様だから、それはそれで可愛くなるかなとも思いますので、まああんまり
気にせず自由に刺してもらえたらいいかなと思います。まあ、寄せ模様はね、自分でどんな模様を入れるかはもう本当皆さんのお好みによるし、こだわるこだわらないもね自由ですので、お好きに進めていっていただけたらなというふうに思います。ごめん、ちょっと最後にすごいややこしいこと言ってしまったかもしれないですね。まあ、またインスタとかでちょこちょこ、これ書いてる様子とかも投稿できたらなというふうに思いますので、また見ていただけると嬉しいです。ごめんなさい、最後ちょっと暗くもなってきたし、これからね、10月、11月、12月とどんどん日が落ちるのが早くなっちゃって、動画撮影できる時間がね、少なくなっちゃうんだよね。だから、まあ、なるべく頑張って YouTube も更新していきたいと思ってますので、よかったら応援のグッドボタン、いいねボタンをいただけると嬉しいです。で、よろしくお願いします。またね、ご意見ご感想なども気軽にコメントください。ちょっとお久しぶりになっちゃいましたけど、皆さんなんかお久しぶりとかくれたら嬉しいです。あと前回もね、コーピングリスト聞いたけど、なんかこの久しぶりの間に新しいコーピングリストを見つけて、これすると気分良くなったよみたいなのあったらね、また教えてくださいね。前回聞いたのがまあ 春バージョンだったから、こう秋冬バージョンのね、秋冬にはこういうのすると気分が良くなるかもよみたいなのがあったら、ぜひまた教えてください。今長くなっちゃった、久しぶりだから、リハビリだから短めに動画撮ろうと思ってたのに、なんか気分が乗ってきていっぱい喋っちゃいましたけれども、最後までありがとうございました。